みんなで読むミステリー、トニー・ケンリックスカイジャックの感想編です。はい、この番組はミステリーを数多く上演している劇団もごころ18番勝負がミステリーに興味はあるけれど読むきっかけを探している方や、たくさん読んでいるけれど語り合う場所がないという方のために、ミステリー初心者の劇団員と中級者の雑技作家町山が週替わりで1冊ずつご紹介する、早い話が面白い本を紹介するので気に入ったら読んで楽しんでくださいな番組の感想編です。はい、はい、感想編です。はい、お相手は今週の担当カリュウと、はい、町山と、はい、そして鈴木健太でお送りいたします。はい、この3人でお送りいたします。はい、ネタバレ禁止の紹介編と打って変わって、ここからはネタバレありきの感想編になりますので、知りたくない方はぜひここで再生をやめて紹介編を聞いてください。よろしくお願いいたします。はい、左上にきっとリンクがあるよ。はい、はい、じゃあどうでした、トニー・ケンリックスカイジャック。いや、カスタードパイがね、こう来る映画ね。あのね、今回ね、これ俺30年ぶりというか、そうなんですか、まあ、多分10歳前後の頃に読んだ気が、これを10歳前後で読みましたか。そうね、多分小学校の中学年行くか行かないかぐらいだったと思うから。どういうきっかけでこの話になったんですか。なんでだろうね、なんか多分あったからなんだと思う。たまたま図書館に置いてたからそれからね、ほとんど読み返してないので、すげえ久しぶりだなと思ってたんだけど、うん、結局そのまま読み返さないでここに来てしまいました。ちょっと待ってください。はい、ちょっと待ってください。なのでほぼ覚えてません。ちょっと待ってくださいよ。はい、なのでもう今回はね、ケンタとカリシの軽快なトークを楽しんでください。あれ、これ進行台本に町山指導出て書いてるんですけどね、はい、それをもう全く無視した進行台本ですよ。はい、はい、というわけでカスタードパイから入りますね。なんだっけカスタードパイって。いや、途中で犯人じゃないけど、まあ、重要参考人みたいな、はい、で追いかけるシーンが、そうですね、車で追いかけるシーンがありましたね。でその中で学校だったっけ、学校だよね、学校ですね、ここは怪しいって言って、うん、もうどん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 変な道に入り込んで、変な道に入り込んで学校の体育館に行った時に、はいはい、何百人かが体育館の中にいる、うんうんうん、しかもその絵いるだけじゃなくて、うん、なんか地べたに這いつくばって何か、これは絶対にあの人たちだ捕まった人たちだそうそうそうとか思って入ってみようとしたらよくわかんねえ宗教だな一段でカスタードパイ投げつけられたっていう、はいはい、あれ何なんだろうね、デレッカー、ね、何されあの偶像とかにされ書きちゃったかな、孫子様みたいな感じで生まれてたけどさ、あれあのシーンは俺何だったんだろうと思っていや、これ何かの伏線だなとは思ってたところの、そう、うん、事件には結局関係ないかいっていう、うん、最後の最後 で一番最後の最後で大落ちその一段になんか、ね、よく見つけたね、あの一段、ね、そうそうそう、全然手がかりないはずなんですよね。そうそうそう、家のところまで来てただカスタードパイ投げつけるっていう、すごい変わった人たちどんな宗教やねんって思ったけど、まあ、それはそれで置いといて、はい、いや見事な手口というか、そうです ね、 ね、あの本当に有吉の言ってた通り普通の人々で、うん、まあ一人ね、首謀者というか、あ金持ちはいたけど、ちょっと小金持ちはいたけど、うん、いう堂本と、うん、あともう一人その空を汚されるのが嫌だっていう崇高な、はい、理念の元ね、あの爆弾を作った、ね、あとは爆弾魔が、爆弾魔があれは爆弾魔ですか、爆弾魔は別ですね、あれミスリードです、ミスリード完全に、まあ、爆弾魔だけ 2回もあ見事に引っかかったね、今ね、うん、あそこで悪魔紹介詳細にやってね、あ犯人では犯人の一味では別の犯人ではあるんだけどね、うたまたまか、たまたま、いや一番割り食ったのはあいつなんですね、実はあれがだからね、スチュワーデスとか、うん、そのパイロットとかね、そういうのの並びに爆弾男がいるっていうね、うんうん、あ見事に引っかかってたね、こいつらもうこの一味のやつだ、一味の一味のオペだ、完全に今引っかかってた
他のが全部曜日と時間じゃん、何曜日何時に午後何時とかってなって、で大男の天物係とかで、そこの中に爆弾男っていうのがいるから、そうね、同じだと思っちゃうね、うん、実は違うんだよ、実は全然違う目標になったとか、何したかったんですかね、こいつ空は崇高だとか言いながらもね、なんでもなんとかとは分からないでもないけど、飛行機はな、うん、いや個人的にはね、舞台がアメリカだから日本とはまた事情が違うけど、うん、日本だったらほら電線が大量にさ、今は電線が地中に埋められてるから、うん、上は広くなったけど、うん、今でもね、電線がうわーってなってて、張り巡らされて、そうそうそう、うん、俺はあれはすっごい圧迫感があって嫌だなと思う時があるんだけど、うんうん、あ、そうなんだ、電柱とで言うけど、そう、電柱とで、だから空が怪我されるというか、うん、その感覚は実は僕はなんとなく、うん、ああっていうのは飲み込めたというか、なんとなくわかるなっていう気はした、うんうん、なるほど、ただまあね、飛行機っていうのはね、うん、確かにまあ空を閉めてはいるけれども、そうそうそう、うん、音もうるさいと、うるさいっちゃうるさいって時もあるけれども、まあ、そこはちょっと僕の中では感覚が違うなと思ったけど、いやでも全然分からなかった、そのね、ジャンボジェット隠し型っていうのはね、結構ね、まっとうな、まっとうなトリックだっていう、この流れでいくとすごいとんでもない、とんでもトリックで来るのかなって確かに、まさか湖に沈めたか、迷彩の布かぶせたみたいなね、オーラ見えないだろうみたいなことになってるかなと思ったら、うわー、理知的って思いながら、しかもわざわざバラすっていうのは素晴らしいなって、あれは鮮やかだったな、鮮やかですね、確かに、あれ本当に、あ、考えついた黒人ですね、黒人すごいな、うん、だから結構その空港関係者が多かった、あ、スチュワーデスにスラークとかね、うん、パイロットですね、パイロット、あとルカップ、あ、荷物担当、荷物担当、荷物とか、うん、だからそう、ある種普通の人々だけど、うん、その空港のことを知り尽くしているある種プロフェッショナルでもあって、うんうん、そう考えた時には、あ、本当にお見事っていう、膝を打ちたく、うん、パーンと打ちたくなるような天使で、うん、だから僕正直、はい、カリウシの言ってたことが分かって、うん、読むペース、うん、最初はね超スローだったドタバタ劇、そうそうそう、いや、ドタバタ劇は確かに面白かった、面白い、うん、なんだこのコンビニの中からこう読んでたんだけど何かこう読むスピードが全然僕上がらなくて、そうそう、うん、ただ途中から本当半分一気かけた頃から、うん、確かに読むスピードは僕は上がった、うん、ジェットコースター、そうそう、映画、本当に映画のクライマックス的な感じ、第3コーナーを回ってラスト直線 400m でダーッていくような感じ、曲っていくような感じで、本当にバーッと読めて、うん、だから翻訳物ってね、なかなか、うん、そう、難しい印象があるけれども、まあね、海外だとね、特にね、登場人物の名前とかで、ね、ごっちゃになっちゃったりとか、こいつ誰だっけ、ベレッカーとレベッカーいつも間違えてしてたの自分がいるこれはね、後半からドーッと読めるし、その手口の鮮やかさっていうのはね、すごい綺麗だったなと、うん、はい、そうね、気持ちいい、気持ちよかったですね、うん、あとはなんだなんて紹介してたっけ、映画見たいってのと、映画見たいっていうと、一人一人、普通の人々関係ない、じゃあ関係ない、あれだ、解説、はい、最後の4分解説ね、解説ね、熱い感じの解説だったけど、こういう風に押したくなる気持ちも分かるかなみたいな、そうですね、もう僕の中ではこれは落語か講談にしか見えないまあね、ちょっとね、語り口調がねまあ確かに、うん、そうではあるんですけどね、なんか声に出して読みたい解説みたいなそうね、さあさあどうだブロンズだ確かに、なんかどうだどうだってこう、うん、
ただ読んでるだけじゃ、なんだろう、あの、なんだろう、声に出さないで黙読してるだけよりかは、うん、こうはっきり声を出して読んだ方がさらに面白いかなって思ったけど、うん、にしても本当に熱いから、熱い、全然本当に熱いですよね。本当にこの作品に対する愛というか、そんなもの、それが伝わってくるというか、本当に謙遜ないんですよね。うん、まあでもああやってしょ、こうね、最後の最後のカスタードの前、あの違うね、カスタードの前ね、なんだここやっぱよりを戻すんだろうなっていうところの、はい、なんかちゃんと ね、この始まり方からしたらもうこうなってこうなってこうなって、やっぱ最後はこういい感じなんだろうなっていうのをちゃんとやってくれてのカスタードの前ですね。外すんすよね、そっちの方向かい、ある意味外してないよね、外してないよ、なんだろう、そこら辺は本当王道ですよ、ね、これはなんか最後のあのなんかサザエさんみたいに最後フン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 って丸みたいに閉じていくあスポットライトの色がギュッと四角く埋まってね、そうそうそう、チャラララララフン、まあね、ユーモアだったかな、はい、ユーモアミステリーだったかなユーモアですけど、確かにユーモアでしたけど、締めるときちゃんと締める、うん、文体なんかやっぱ空気変わりますよね、うん、うん、コメディのところっていうのかな、その2人の、うん、2人の掛け合いだったり、夫婦漫才のところの、うん、文章の空気感と、うんうん、犯人たちのそれぞれのバックグラウンドを語ってるところ の、 その空気感と、あと爆弾魔の空気感、ね、だからそういう部分がお互いがこうお互いを高め合ってる感じになるんですね、うん、その構成の妙というかね、うん、そうですよね、アリーがシュワレスになった時はアリーまでで真剣なんだけど、すごい、うん、すごいクタクタよりに感じ、まあ、ファリーに感じちゃったりとかしてね、ね、兄がシュワレスやったらやっぱこうやっぱやるだろうなっていうそのちょっとなんか嬉しくなっちゃうじゃん変装するわみたいな風になった時お、来た来たっていうかシャリゼンジェルやっぱやるんだなって思いながら読むのがね、そういう風になんか楽しめる、なんかほほがいい、それだけでもほほがいいっていう感じがする、うん、絶対これバレちゃうバレちゃうって思ってバレずに飛んじゃうんだ、うん、バレずに飛んじゃってハワイまで行っちゃって、しかもそれまた帰ってもスライスとして帰っちゃうんだって何事もなかったから客たちは大変だってファーストクラスなのに何も料理が出ない乗ったことないからそうルールを知らないパーサーも料理が出ない大変ね、むちゃくちゃなんだよねそこがね、うん、そういうもう細いドタバタ劇、自分も大好き、大好き、もう本当に奥さんはマジでフルハウスみたいな、うん、を思い出したりとかして、そういうのも大好きで、うん、そうね、やっぱこう飛行機乗ってからはちょっとこう、うん、そういうシットコムっていうのかな、うん、シチュエーションコメディー、ワンシチュエーションで、ね、うん、毎回同じシチュエーションでこう、うん、ショーが変わったり、ね、そうそう、ここから同じ状況から今度違うことが起きてそういうところをね、なんだろう、すごくこう古き良き映画というかドラマの感じだよね、うんうん、書いたのオーストラリア人なのあ、どうなんだ、そうトリケーオーストラリア人というのアメリカンコメディ、すごいアメリカンコメディ感がな、うん、ね、やっぱり外人的に外国人が登場人物でのキャラの立ち方っていうのが、うん、なんかやっぱ外人の想像するね、うん、面白外人の外人キャラの立ち方で、うん、なんか面白いなって思って、うん、確かにもうええで、ええで、そういう鹿が連れて肩をすくめたみたいな描写とかを見るとあの顔なんだろうなっていうあの顔なんだろうなっていう感じがもう見せてでもあっても本当に肩張らずに読めるいい作品だと思いますね。まったりしたよ、まったりしたね。まあでもこんなもんでしょ、面白かったねーで面白かったねーで済むというか、うん、そう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 ね、なんかね、楽しく読んで、あ、面白かったって、うん、
なんですよね、うん、そういう本でいいんじゃないかな、うん、なんか変にあの確かに途中でその、うん、どうやったんだろうっていうのを考えるんだけど、うんうん、変に考えすぎないで読めるというかね、うん、まあねその単純にこうどうなったんだろう、うん、どうなったんだろうね、単純に興味で読めるから、うん、別にね挑戦状もないし、ないし、ね、やっぱり映画みたいなっていう話もしてたけど、ね、そのこういうミステリーだったりサスペンスだったりの映画で、うん、一時停止することもないじゃんって思うんだよね。こういう流れできたら、うんうん、確かに巻き戻すかもしれないですからね、うん、普通映画とかも。ね、その謎を解いてみようっていうようなあれできたら、それちょっと止めるかもしれないけど。うん、こういうねあのコメディでサスペンスでっていうやつで、うん、もうね流れに任せて読んだ方が楽しめるよね、うん、多分それが一番いい面白い楽しみ方だなと思う、うん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 、これはそうですね、うん、別にということはコメディあのバカミステリーですからこれバカミステリーじゃないよバカミステリーだユーモアミステリーユーモアミステリーですか。これから先紹介するやつもそういうのが多くなってくる。そうだね、基本的には、事件とか起きるけれども、うんうん、あんまりこう陰惨としてなくて、うん、ただまあ多少不思議なこととか、何が起こってんだろうみたいなこととかはあったりするけれども、うんうんうん、基本的にはもうどうなるのどうなるのっていうような流れでいって、うんうんうんでまあ、最後にはなんか良かったねっていうなんか良かったねっていう感じであの、うん、そんな後味も悪くないようなそういう作品ばっかになっているような気がするので、あ読後感がいいとかそうね、うんうん、気持ちよく読める本を、うんうん、選びました。本当はねあの密室とプリキンの間に入れようかなと思ってたんだけど、うん、まあ続いちゃったんであれだけど、うんうんはい、じゃあまあこんなもんでいいんじゃないかな10分15分まあ別に短くてもねあの泣け出しの記憶で喋ってるからあんまり細かい固有名詞とか出せないんで特に固有名詞を出してっていう感じもないですよね、うん、楽しいんだねっていうのもなかなかあれなんだけど、うんうん、このカスタードパイ投げつけられて奥さんが取ったんじゃないですか、うん、この後どうなったのかがちょっと個人的にまたここでその後の2人がそう、まあ、気になるっちゃ気になるからまたあんたわって話になって、いやそうなっちゃうことないかな、これむしろやられた方だから一方的にまたこうって頭抱えるのかな、これでやっていけるかしらねちゃんちゃんがといったところで、はい、はい、そんな感じじゃないかなそんな感じでございます。そんな感じでいやいやもう面白かったでしょ、うん、これ見た人、これを聞いてる人はね、うん、読んでるわけだからね、はい、リスナーの皆様ともぜひ語り合いたいと思ってますので、はい、ご意見のある方はどしどしコメントください。コメントの方はネタバレ禁止でお願いいたします毎度、はい、毎度そうだ毎度そうですね本当ごめんなさいね、はいはい、こう無茶なこと無茶なことばっかり言う本当に言ってますけれども、ついこの感想編聞いたら書きたくなるとは思いますけど、うん、そこはちょっと申し訳ないですけど抑えてもらって、それではこの辺でお相手ははい松山と、はい、鈴木健太と狩牛門でお送りいたしました、はい、次回の課題ミステリーは天童真の大誘拐です。担当劇団員は幸男さんがお送り出しますのでお楽しみに。それではまた来週、来週じゃないまた次回また次回お楽しみに。バイバーイ。